まあ、ここでアナと雪の女王とかね、すごいですよね、うん、今ね、ヒットしてますけど、超大ヒットしてますけど、うんうん、まあ、次の、はい、ディズニーの主人公は日本人、うん、タイトルがですね、うん、ビッグヒーロー6、主人公の男の子浜田博と彼が作り出したロボットが活躍する作品だそうです。へえ、日本人なんですね。はあ、ロボットとかね、うん、そういう手先器用系イコール日本人の感じがあるのかね、うん、あ、そうなのか。これだから、うん、吹き替えのオファーとか、うん、ねえ、吹き替えのオファーある？だから別に主役じゃなくてもね、うん、ヒロ3番の回路を切るんだいや話もまだ分かんねえのにさちょっと今いけそうだったな、ねえ、うん、でもちょっと良かったけどな、ねえ、うん、お前今のやってみろ、同じやつでいいから。ヒロ3番の回路を切るんだ。これさ、うん、でも今のでも意外と来んのお前だったりすんじゃねえ。何なんだよ、どうしたんだよ今日いや、ワールドカップ嫌だしさ。いや平子さんの良かったですよ、かなり。本当？本当ですよ。ヒロ3番の回路を切るんだそれ何なんどのシーンのセリフなのよそれ知らねえよ、知らねえんだから。